こんにちは、スタイリストの大山俊です。いやー、秋ですね。まあ、食欲の秋ならぬ服欲の秋ということで、まあ、この季節になるとですね、結構お買い物に行きたくなる方も多いんじゃないのかなと思います。僕はですね、このように動画でですね、皆さんにファッションについてお話をしているんですけども、普段はスタイリストとして活動していまして、だいたいこれぐらいの時期になると皆さんやっぱりね、気温が大きく変わるので買い物したくなるんですよね。ですので、この時期って僕にとっての繁忙期なんですね。この1週間を振り返ってみても、大体ですね、週に5回ぐらいは銀座の街に行って、お客さんと一緒にですね、いろんなお店を回りながらショッピングをしてるんですね。まあ、かなりですね、忙しい日々を過ごしてるわけなんですが、僕もいろんなお店を回ってお客さんが服を買ってるのを見ると、つい自分自身も買いたくなるんですね。ですので、10月とか11月は僕自身の買い物も増える時期なのかなと思っています。ということで、今回の動画では、最近僕が買ったものの中でも皆さんにもぜひご紹介したいなと思うものをですね、実際に持ってきてみたのでご紹介してみたいなと思っています。それは何かというと、僕が今着ているこちらですね。まあ、グローバルワークで今回買い物をしたんですが、商品名はですね、ビッグヘビーワッフルというアイテムですね。今回ももちろん自腹で購入をしてきました。金額はですね、4900円プラス税ということで、まあ、ユニクロに比べるとちょっと割高ではあるんですが、それでもですね、セレクトショップのアイテムに比べるとかなり買いやすい価格帯かなと思っています。まあ、このアイテムというのはパッと見はですね、ニットに見えるのかなと思うんですが、属性としてはロンティーにカテゴライズされるのかなと思っています。まあ、ロンティーというジャンルではあるんですけども、生地にはですね、ちょっと厚みがあって、表面がですね、ワッフル地になっているので凹凸感があるんですね。まあ、その効果もあって、見え方的にはですね、結構ニットのような感じがするかなと思っています。僕はですね、このアイテムが大好きで、実はですね、このアイテムというのは僕が買うのは2回目なんですね。以前にもですね、グローバルワークで同じ商品を買ってかなり着倒したんですね。まあ、動画の中でもですね、何度かご紹介したので、ひょっとしたら覚えている方もいらっしゃるかなと思うんですが、これがめちゃくちゃ使い勝手がいい商品で、たまたまグローバルワークをですね、昨日見ていたら、久々にこのアイテムに遭遇したわけですね。もちろんですね、僕にとっては見慣れたアイテムなんですけども、久々に試着をしてみたら、やっぱりこれは間違いないなと思って、そのまま購入をしました。まあ、先日ですね、グローバルワークのスウェットというものをご紹介して、これがですね、結構いろんな方に見ていただいて、その後ですね、通販サイトでもですね、サイズの欠品が多かったりしてかなり好評だったんですが、このようなスウェットというトップスと、今僕が着ているようなロンティーなんですけども、見え方としてはほぼニットですね。この2つの違いというのは綺麗さなんですね。スウェットの方がやはりカジュアルな印象が強いんですが、ニットですとか僕が着ているようなワッフルクルーネック T シャツっていうのは結構ですね、綺麗めな見え方をしてくれるんですね。ですので、この2つのアイテムというのは似たような立ち位置はあるんですけども、似合う人似合わない人というところの範囲が微妙に変わってくるんですね。まあ、以前のですね、スウェットの動画にコメントをいただいたんですが、40代の方が実際にグローバルワークに行ってスウェットを着てみたんだけども、なかなかですね、似合わなくて今回は買うのを断念しましたという方もいらっしゃるんですね。確かにですね、スウェットというのは誰にでも似合うというよりは、結構ですね、年代によってはちょっとハマらない方もいらっしゃるのかなと思っています。まあ、どういう方にはあまりハマらないのかというと、40代以降の方だとか、人柄的に結構真面目な方だとか、そういう方にはですね、なかなかスウェットのカジュアル感がマッチしないことがあるかなと思っています。そういう場合は、今回ご紹介するこちらのビッグヘビーワッフルですね、こちらのアイテムの方がニットのように見えるので、いろんな方に似合いやすいアイテムなのかなと思っています。僕にとってはこれはですね、もう鉄板のアイテムで、毎シーズン買いたいぐらいのものなんですけども、ちょっと変化をつける意味でスウェットを購入して、最近は交互で着るようにしています。まあ、このアイテムというのはグローバルワークの中でも定番アイテムで、非常に使い勝手がいいアイテムなのかなと思っています。今回の動画ではこちらのアイテムを使いながら、どのように着こなしを構成すればいいのか、このあたりにも触れてみたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思っています。今の状態だとなかなか全身のバランスが見えづらいかなと思うので、この後立った状態でもう一度ですね、全体像とコーディネートについて解説をしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着ていました。どうでしょうか。まずですね、注目したいのはサイズ感なんですね。まあ、今回僕が選んだのは通常サイズの S なんですね。まあ、僕はですね、よくユニクロで買い物するときには
あえて1サイズ上げたいだとか、場合によっては2サイズ上げたりすることがあるんですね。というのもユニクロというのはかなりベーシックな作りのアイテムが多いので、サイズ感としては特にですね、ビッグシルエットの傾向のものってそんなに多くないんですね。確かにユニクロ U のアイテムになると少しゆったりめのものもあったりするんですが、通常のユニクロのラインのアイテムに関してはオーソドックスなサイズ感になってるんですね。一方でグローバルワークのアイテムというのはデザイン自体はベーシックなんですけども、サイズ感に関しては最初からですね、今っぽいややビッグシュレッドに振ってるものが多いので、こちらの今着てる僕のロンティーに関しても通常のサイズを選んでもですね、ややゆったりめのサイズというのがそのまま実現できるので、すごく便利なのかなと思っています。もっとトレンド感を出したい場合はワンサイズ上げてもいいかなと思うんですが、僕たち大人世代であるとあんまり大きすぎるとなんとなくだらしなく見えてしまったりだとか、自分はトレンドに沿ってやってるつもりが周りから見るとそれが理解されないということもあったりするので、程よくゆったりぐらいの方がバランスがいいのかなと思っています。あとこれはですね、先日店員さんとお話をしていて出てきたテーマなんですが、最近ではビッグシュレットがトレンドになっていたかなと思うんですが、行き過ぎたビッグシュレットというところは結構ですね、もうピークアウトしていて、ややゆったりぐらいの方が大人っぽさとかも出せますし、逆にこれが今っぽいという感覚になってくるのかなと思っていますので、通常の皆さんのサイズを選んでおいていただいて、まず間違いがないのかなと思っています。見ていただくと身幅にはゆとりがあるんですけども、着丈はですねそんな長すぎないんですね。ですので僕たち世代にも比較的似合いやすいサイズ感になっています。で、今回のコーディネートは上は少しゆったりめのサイズ感で、色は爽やかな白を選んでいます。ボトムスに関してはブラックジーンズですね。これはユニクロのものを選んでいます。そして足元はですねエアマックス97で、少しですねボリューム感を出すようにしています。着こなし自体がシンプルなので靴でちょっとしたアクセントを出すようにしています。そしてロンティーは少し腕をまくって1枚で着る場合には時計だとか、あとはこのようなバングルをつけることで着こなしのアクセントを用いるようにしています。あとですね、よく聞かれるのがこういったニットですとかロンティーの下にはどんなインナーを着ればいいんですかという質問が結構あるんですね。僕の場合今回はですね、見ていただくと分かるかなと思うんですが、分かるかな、こういったグンゼのですね、僕はシークというシリーズを着てるんですが、 T シャツですとかニットを着た時にもこのインナーが見えないようにボートネック状に開いているもの、そういったものをですね僕は着用するようにしています。普通のクルーネックの T シャツを重ねることもあるんですが、この下に着るものはですね首元がなるべく覗かないようなインナーを使っていただくといいかなと思っています。僕の場合はグンゼのシークを使っていますが、同じくグンゼのインティーというものがシークよりもさらに価格帯が抑えてですね買えるアイテムなので、そういったものを内側に着てもらうと良いのかなと思っています。で、サイズ感に関しては上がややゆったりで下が細身ということで、 Y シルエットというものを作ってあげるとバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね参考にしていただければなと思っています。僕は今回はですね細身のブラックジーンズを履いてるんですが、ぽっちゃり体型の方ですとかちょっと足が太くて悩んでる方に関してはこういった細身のジーンズよりもですねスラックス系のアイテムの方がハマりがいいかなと思っています。鉄板はですね何度も動画の中に出てきますユニクロのスマートアンクルパンツ、こういったもので代用してもらうと大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。基本的にこのアイテムというのは春と秋両方の季節に活用ができるんですけども、さすがに冬になってこの格好だと寒すぎるので、この上にですねアウターを羽織ればそのまま冬の着こなしも完成するので、ちょっとこの後上に1枚羽織ってみたいと思います。はい、着替えてみました。もうこれはですね鉄板ですね。白のワッフル地のロンティーの上にこのようなロング丈のコートを合わせるという着こなしはもう鉄板なので、ぜひ皆さんにもですねトライをしていただきたいなと思っています。今回着てるのは先日から何度かご紹介しているユニクロ U のワイドシルエットのですねコートなんですけども、他には通常のユニクロのチェスターコートでもいいですし、これもですねおすすめなんですが、グローバルワークの今季のですねコートがめちゃくちゃいいのがあるんですね。実はですね既に僕はもう買ってあって、今度の動画で解説をしたいなと思うんですが、そちらで代用していただくのもいいのかなと思っています。このワクルジのロンティーは少し緩めのサイズになっているので、この上に羽織るアウターというのは少しゆったりめのサイズ感の方がやはりですねバランスがいいのかなと思っています。通常のネイビーのジャケットだとかそういったですねアウターはなかなか羽織りづらいかなと思うので、このようなロング丈のアウターの方が相性がいいのかなというふうに思っています。ユニクロにもですね実は同じようなワッフルクルーネックロンティーってあるんですけども、やっぱりサイズ感が全然変わってくるんですね。ユニクロのワッフルクルーネック T シャツに関してはもう少しですね生地感が薄いのと、あとはサイズ感もジャストサイズ
イズなのでジャケットとの相性も良かったりするんですね。ですのでどのようなアウターと合わせるか次第で僕はですねこの2つのロンティーというところを使い分けるようにしています。今僕が着ているような少し厚手のものに関してはアウターをざっくりと羽織って完成というスタイルが非常に合いやすいかなと思うのでぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では最近グローバルワークで購入をしましたビッグヘビーワッフルというアイテムをですねご紹介させていただきました。僕にとっては通算2着目になるんですが改めて着てみてですねこれはめちゃくちゃ重宝するなと思っています。最近はですねトレンド色としてライトグレーだとかオフホワイトみたいなものが結構市場には多いんですね。ですので結構ですねこのような真っ白のアイテムって意外と探しても見つかりにくいんですね。特にセレクトショップ系だとこのような白系のアイテムが少ないんですけどももちろんトレンド色のオフホワイトだとかアイボリーみたいな色もですね柔らかくていいんですがこの白が持つですね清潔感とかパキッとした明るさっていうのは僕は非常に好きなのでぜひ皆さんにもですねご活用をいただきたいなと思っています。改めてユニクロとグローバルワークという2つのブランドがあってこの2つ両方ともですねベーシックな流れではあるんですけどもアプローチの仕方が違ってやはりそれぞれ魅力的なブランドだなというふうに最近は感じています。特にグローバルワークはですね最近こうビッグシルエットのアイテムですとか今っぽいサイズ感のアイテムというところをやりすぎないバランスで表現していて非常に好感が持てるのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。